古賀シャリダ熊本新ユニ故郷の皆さんに元気を。バレーボール女子日本代表が2016年5月9日世界最終予選14日開幕東京体育館に向けた練習を公開した。練習前に記者会見が行われ、新しいユニフォーム姿で出席した選手18人全員が意気込みを語った。幼少期から熊本で育ったウイングスパイカー古賀シャリダ 19NEC は、熊本の皆さんは今も大変な思いをしている、少しでも元気を与えられるように頑張りたいと話した。中国遠征などもあり、熊本地震後は地元に戻っていない。実家は家具の一部が落下した程度で、被害は少なく済んだという。ただ、母校熊本信頼女学院校では、2つある体育館の片方が使えなくなるなどの被害を受け、約3週間の休校から、この日授業を再開した。14年まで熊本で過ごした古賀は、大一番へ。年齢は下だけど、試合に出たら関係ない。強い気持ちを持って臨む。震災と戦う故郷を勝利で勇気づける。みんなの声、素朴な感じで可愛い。青がレギュラー、赤がリザーブ。そういうわけじゃないのかな？新ユニ発表だったのか。何かそんなに変わり映えしない印象。その国のサッカー代表のユニをイメージさせるデザインを採用している国も少なくないが、もちろん日本もそうしてほしいとは思わないけど、サプライヤーが水野さんだから独特の世界観があるが、まあ強ければ何でもいいんだけど。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録を